こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。はい、今日迎え金サバが閉まるまでやっていきたいと思います。はい、今日ね、動画ね、タイトルとサムネ見てもらったらわかるように、はい、ガチャ引きます。もうね、ちょっとクエスト10までやりまして、このアカウント、はい、魔法石はね、今現在ね、ユーザー情報の購入歴、はい、無料配布57個ございます。はい、これ全部、もう全部突っ込みます。はい。狙いはね、もちろんあれですよ。もう、第一希望選手が、時と無一郎くんを、二郎分確保するのと、はい、あとはね、もう、天元さんはド派手に行くぜ。方か、三井さん出たんか。ごめんなさい、僕、逃げ恥見てたから、三栗さんやと思った。ガッキーね、ガッキーね。それだ、鬼滅、刃、コラボガチャ。おかわり何杯目やろうね、わからんけど、それでは全集中していきます。はい、これでもう引けへんかった、最悪ちょっとルムマやろうかな思ってます。あと40回残ってるんですよね。40回残ってるから、来た、おい、このままでいいのか柴犬丸、また遅れを。待ってください。若干東堂の真似しました。分かってくださいました。2体目ですね。前逸ですね。まあいいでしょう。全員いいでしょう、いいでしょう。何やったっけ、ちょっと今パッと思い浮かんだんですけど、ちょっと忘れちゃって。はい、いやー、あ、この人強かったんですよね。何やったっけ。フンド。ちょっとごめんなさい、鬼の名前わからん、漢字弱すぎて、ほんま弱すぎて。でもこれあれですね、3回目ですね。8回いけるんやったっけ？何回いけるんやったっけ？いや、ちょ、これ強いんですよ、言うた後にさ、もう一回出てこんでいいって、ほんまに。分かったから強いのは、はいはいはい。腹立たしいね、ほんまに。あと5回ですね、はい。サクッとね、あと、40回残ってるってことは？ 3、これでいいのか、柴犬丸。また遅れを取るのか、おー、縁柱さん、よもや。柱として不甲斐なし。あれ？煉獄さんの炭治郎できるんちゃう？もしかして。裏奥町。ちょっと、これは、ありよりのありですね。結構もう8割、9割型ありですね。さあ、よし！いやー、ちょっとね、全然、クチンってならないですね。鋼塚さんですよ、ほんまに。鋼塚さん。最高の刀。お願いします。あと3回で、じゃあ、無地郎分出します。はい。それでは、はい！ちょっと待って。ちょっと、さっきからその、辛くですよね。この方だけ読めるんですよ、僕。はい。ちょっと待って。あ、武器作ってんかったから前か。もう本当にね、赤土や、思い出した先のかと。ごめん、ありがとう、辛く。ちょっと、僕整理してきまーす。はい、あと3個開けました。はい、いや、2個でよかったんか、前か。さあ、これ2発とも無二郎くん出して、じゃあ、無一郎くん出して、無二郎くんにしましょう。まず1郎目から。よし！はい、1郎開けました。はい、これで1郎開けました。世界の1郎、エリア51ですわ。よもやよ。今日いきなりよもや、2体増えたんやけど、よもやとか言ったらあかんわ、煉獄さんのこと。さあ、ほんませめてね、ちょっと一郎は行こう。はい。それだ。はい、全集、あ、軽ぶった。はい、はい。さあ、これ一応来ますよ。ユシロウやん。一郎着地。ユシロウ来た。それでは結果見ていきましょう。はい、この上から善逸ですね。はい、善逸、赤土、煉獄さん、鋼塚さん、ちょっとお名前忘れた。はい。煉獄さん、ユシロウ、無一郎くんをね、せめて、一郎にしたかと思ったら、最後、ユシロウくんでフィニッシュですわ。
マジで裏奥町ね、ちょっとあの、多色ルーレットめちゃめちゃ神経使うんで、はい、僕ね、ほんまに、ルーレットただいさん苦手なのに、それでね、もうちょっとできれば楽をしたいということで、いやー、今日、あれする ?21 時ぐらいから発作ルーマするあと何回残ってるんだったっけな、僕。これね、あと、30回ぐらい残ってるから、3、4、12で、で、これで、全部クリアしたら、10個もらえるんですよ。だから、22個もらえるんですよね。やるかー。まあ、目標やからね、これは、ほんまに。お宿題ですから、ちょっと頑張りますか。はい。それでは今回はこの感じでお開き、あ、ちょっと待って。この画面で終わろう。この感じでお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ぜひぜひ、この動画が良かったら、あ、この動画の感想や、ね、皆さんの、まあ、魔法石クエストを突っ込んで何が出ましたとか、無一郎くん、はい、何一郎になったとか、はい、教えてくださると嬉しいです。もしよかったら、チャンネル登録と、はい、この、グッドボタンもしてくださると嬉しいです。それでは、いやー、マジでルムマやるか。ちょっとね、21時ぐらい、やるとしたら21時ぐらいからです、ルムマ。ぜひ、ぜひ、お付き合いしてくださる方は、そちらもお付き合いしてくださると嬉しいです。それではね、今回の相手は私、ゆうでした。バイバイ。最後の締め台詞忘れちゃった。